公文学院は、明治期の日本において、新国からの留学生のために、加納治五郎が創立した教育機関である。旧名はまた学書院、後広文を広文に改め、広文学院と称した。日本における組織的な留学生に対する日本語教育の講師と言われる。13年間で7000人以上が学び、約3800人が卒業した。 日清戦争が終わった翌1896年、新朝政府は日本へ派遣する留学生の受け入れを日本政府に依頼した。中日講師、広島の絵より依頼を受けた西恩寺金持は東京高等師範学校長であった柔道家の加納を自五郎に一任し、加納は東京神田区三崎町の民家を借りて、新国人留学生13名を受け入れる史塾。 また学書用1899年に設け、日本語や数学、理科、体操などの教科を教えた。留学生の増加に伴い、1901年に、牛込国西五県庁の敷地3000坪の大邸宅に移転して、公文学院として発足、1903年、県立邸の弓名の広志歴の広志を引きして、広文学院と名称を改めた。 在校生数は500名に上り、1904年には文校4校を開いた。教育課程としては、日本語を中心に、英語、数学、理科、地理、歴史などの諸学を学び上級学校への進学を目指す、普通科と呼ばれる3年の課程と、即成科と呼ばれる2年以下の課程があった。作家路人も、この公文学院普通科で2年間学んでいる。 1906年頃の東京には約8000人の新国人留学生がいたとされ、当時、広文学院は1556名の生徒を抱える最大の留学生教育機関であったが、新国の留学政策の転換や日本語学校乱立により、文部省が交付した新国人を入学せしむる高私立学校に二席する規定に対する留学生の反発があったことなどから、 生徒数が激減し、1909年7月に並行した。創立から並行までの入学者総計は7192名、卒業、修行者は総計3810名を数えた。新国は1840年代のアヘン戦争、1850年代のアロー戦争などによって、欧米諸国の威力を知り、西洋文明の摂取の必要性を自覚した。 また、1895年には、日清戦争において、明治維新以来いち早く西洋文明を取り入れて、近代国家に成長しつつあった日本に敗北した。日本に留学生を派遣するに至った背景には、こうした新国の近代化が急がれる中、西洋文明の摂取には日本に学ぶのが早道で、あると両慶長や長のホララが解いたことによるところが、大きい。陳天下。 高校、李町、陽宅、古官民、牛保斎、陽商斎、長蘭、主権本、小本、李琴都法廷英、巨久子も、露人、陳信公、陳陽愚も、陳氏、祖、陳陰閣、竜医章林、法貴も、李志公、法広士官、帝菊女、李書上、林白居、統一津上大文露室、城台文、み、露筆、古高志尚、陳助、蝶智本、 竜気一、修正学、丹ブ利、修行能、孔順健らが学んだ。日本語教授陣には、国文法上の大家である、三谷重松と、松下大三郎、日本語教師の松本亀次郎、中国語学者の井上緑らがいた。その他、本田増次郎、正木直太郎、門松根寺、三沢力太郎らがいた。ありがとうございます。